しいと思って来てみれば、このカサンドラに何か用かな。国長、ウイグル様、もうこれまでだな。いくら強かろうが、国長が来た以上、てめえはもう押し付け。わめくな、使いぬ犬め。さて、貴様が何をしにここに来たかは知らぬが、我々に盾ついた以上、生きて帰れると思うなよ。俺は中にいる男に会いに来ただけだ。通してくれ。バカめ、通すわけがなかろう。ここは誰一人として生きては出られぬ完全無欠の監獄。それがカサンドラ伝説、このウイグル様の伝説だ。お前の屍もまた俺の伝説の一部となるだろう。どうしてもここを通してはくれんようだな。このウイグルを恐れぬか。恐怖を知らぬ者に恐怖を教えてやるのが俺の楽しみ。行け、お前たち。カサンドラに挑んできた者は誰であろうと皆殺しだ。やるではないか。この不落のカサンドラに挑むだけのことはある。よかろう、中に進むがいい。貴様にはそれなりの死に場所を用意してやろう。見るがいい、周囲にある墓場を。ここはお前と同様、私に挑んできた奴らの墓場。そして今から貴様もその墓場の仲間に加えてやろう。あの世で己の無謀さを悔やむがいい。俺に無謀という言葉はない。それはまだ貴様が恐怖というものを味わったことがないからだ。だがここで貴様は生まれて初めて恐怖というものを知ることになる。
最後に貴様の名前を聞いておこう。墓標に名前は必要だからな。ケンシロウ。何？ケンシロウだと？あの北斗神拳の。ではまさかお前がここに来た目的は？時に会いに来た。何？時だと？許さん。貴様と時だけは合わせてはならんとあのお方の命令を受けている。これ以上は通さんぞ。その無謀なる勇気は褒めてやる。かかってこい。カサンドラはおしまいだ。逃げるぞ。